ありがとうございます。ね、もう2月。早いよね。みんなジョン・マイ・ラブ・ロス、みんなね、ほんとロスだよね。ほんとね、勘弁してくれ。ロスがすごいんじゃ。ゆうやさん、猫さん、ありがとうございます。さてさて、今日何の話する？みんな。ちょっと待って、マジでね、手カサカサだからハンドクリームなの。今日も鞘があります。ただいまちょっといい温度になるまで冷ましてるとこです。はやちゃんさん、なんだっけ、サイリウムありがとう。早くみんなに会いたいんですよね。そう、ルンテツとしてファンの方にまた会いたいなってすごい思ってます。のだめカンタービレはピアノじゃなかった？のだめはピアノだよね。あれ？違ったっけ？のだめはピアノだった。でもあれ、オーケストラ？ん？でもドラマは見たことある。でもドラマしか逆にないな、のだめは。でも、あ、のだめはピアノ。アルビンズランクさん、ハートありがとうございます。ルンテツのメイクは忘れてはないけどね。なんかもうちょっと前よりも上手にはなりたいんですよね。そう。まあ、でものだめはね、ピアノだけじゃなくてオーケストラもすごい関わってくるから、結構その。あれ？でも千秋先輩指揮者だったんだっけ？だからオーケストラもかかってたんだっけ？もうね、私ものだめ見たのめっちゃ前だからさ、私が小学生に上がるか上がらないかぐらいの時だから、ほんとめっちゃ前だからね、あんまねちゃんとは覚えてないんですけどね。そう、もうすぐ鬼のレクエイム東京公演だね。ほんとそうなんですよ。そう、まあでもちょっと見に行けないからちょっと悔しいんですけどね。そう、鬼レク東京公演がもうちょっとで3日からなんですよね、確か。始まるのでね、頑張ってほしいです、本当に。玉国さん、猫さん、ゆうやさん、猫さん、ありがとうございます。私もジョン・マイ・ラブ・ロス、うん、一緒一緒です。飯田裕之さん、節分アーティーさん、くまさん、ありがとうございます。ちなみに2月ジョンマイラブ公演行く予定ですっていう方ってどのぐらいいらっしゃいますかね。まあでもまた、ああでも大丈夫。もう12日からは絶対に公演しますから。みんな何も言わないでね。うん。私はそう信じてる。
もう信じるんだ自分を状態ですよ、本当に一幕の最後の状態ですよ。そう、玉国さん、だるまありがとうございます。はやちゃんさん、ハートありがとう。アーキーさん、節分ありがとうございます。あとポーションもね、ありがとう。月3ペースだったら劇場通いが月1ペースになっちゃってる。あら、確かにそれはちょっと辛いね。ねえ、早くね、なんか私もパンフレットが早く欲しいもう本当にそれなんだよな、パンフレットが早く欲しいんですよ。ゆうやさん、節分、はやちゃんさん、ジージーありがとう。これジージーってさ、どういう意味なんでしょうね。もう今更なんですけど、うな鉄見に行った方はもう一足先にゲットしているということなので、ルン鉄私も早く欲しいですね。ルン鉄も欲しいって言ってるし、そう、みんなに会いたすぎて、早く、でもあと1週間とかですよ。そう、あと1週間とかだから長いな。まあでもその間にね、ちょっとできる範囲でね、ルン鉄パワーアップできるようにね、日々頑張っております。うん、頑張ってる、それは自信を持っていいよ、日々頑張ってます。なかなかね、ちょっとコンサートもあるからさ、ちょっと難しいんですけど。受験生になるのか、大変だ。あれ、高校受験だよね確か。高校受験ね、頑張ってください。本当に受験はね、もう大変なもんですから、本当に無理だけはせず、でも最後までは諦めない。そう、受験ってね、諦めないことが大事だとは思ってるので、そう、諦めないで頑張ってください。ガクさん、だるまありがとうございます。そう、ルン鉄もね、くじけないでくださいって言うからね、それを思い出して、思い出してじゃないけどま、万次郎はんもくじけでたまるかって言うからね。なんかでも本当にジョン・マイ・ラブはね、あの曲の歌詞ですごい元気もらえるからね、そう、めっちゃ好き。はやちゃんさん、いいね、ありがとう。まあでも本当に疲れちゃった時は息抜きは本当に必要だからね、息抜きはちゃんとしてくださいね、それは本当に大事だと思う。やっぱね、なるべくストレス溜めないっていうことが大事だからさ、息抜きは、適度な息抜きは必要です。まあね、息抜きしすぎて全然できなかったなんていうことが私はしょっちゅうだったんですけど。ファンキーキャットさん、レインボースターありがとうございます。玉国さん、だるまありがとう。ゆうなが血筋というセリフが言いづらいと言ってたか、私も血筋はね、未だに苦手。
夏からずっと練習してんのに血筋が言えないんですよ本番。本当にずっと言えないの。うん、なんか普段血筋っていうのは全然簡単なんだけどさ、本番になった途端血筋ができないんだよね。ほんと8月からずっと練習してんのに血筋だけ言えないの。今も言えてるかね、危ういんですけど、なんかどんなに血筋があろうとも、うん、なんかね言えないんですよね。本番だと言えないんだよね、謎に。そういえば今日白湯にね生姜入れて飲んだんだけど、生姜結構入れちゃってね、飲めるか不安だったけど飲めました。そう、あ、そういえば昨日言ってたゴンのねグッズ予約しました、無事。あとはね忘れずに支払いするだけです。はいちゃんさん節分ありがとう。今年恵方巻き食べられるかな、食べたいな恵方巻き。そう、本当に私も一回支払い忘れちゃったことがあったので、そう支払いだけは忘れずにね。アーティーさんありがとう、ありがとうございます。忘れずにしたいと思います。ちょっとさ、なんかジョーマイラブについてみんな質問あります？もうこの前さ結構語ったはずなんだけどさ、もう私もうロスになっちゃったの。もう語りたくなっちゃった。早くないっすか。一口サイズに切ってある恵方巻き売ってた。そりゃ恵方巻きになるんか。まあでも私も昔はもうなんかもう一口サイズというか、もう巻き寿司サイズに切ってあるのを食べてたからな。まあ恵方巻きということにしよう。私はでも普通にここ数年はもうなんかもう一本丸々さスーパーとかに売ってるじゃない、あれを食べてますね。そう、もうどうだった、半分ぐらいに知ってた記憶はないから1本食べてたのかな。そしたら結構食べてんな。私が夢をもらうから走るシーンとかどんな気持ちで走ってる。そういえばなんかそういう質問もいただいたんですけど、どんな気持ち、なんかとにかく私はお嫁に行かないし稽古もしませんって気持ち、強いて言うならな、この前と言ってること違うじゃないですかって言われるかもしれないけど、まあ強いて言うならそんな気持ちかしら。ダーユーさん手紙ありがとう。ちょっとね毎回多分私言ってることが違うかもしれない、ごめんなさい本当に。でも多分そういうことなんじゃないかなとは思ってる。ジョーの弟子で一人だけおでこにマイクついてるのがずっと気になってる。翔太さんはねマイクここにつけてます。でも一期の奥にさんのカエさんもここにつけてた。まあ人によってねおでこにつける方もいらっしゃるみたいで、でもジョンマイラブだとそのカエさんと翔太さんしかいないかな。基本的にみんなここか、ここ私はここどっちだって言って一瞬考えちゃった。
でもそうおでこにマイクっていうのがなんかどういう仕組みであそこになってるのか私もねちょっと話を聞いたことがないんですけど、まあ、基本的にその多分本人が一番そのマイクを拾いやすいところにつけると思うんですよ。マイクってまあ基本的にそうなんですけど、その結果がおでこだったっていうのがあるんでしょうね。カエさんにもし聞けるタイミングがあったら聞いてみたいな。でも話戻るけど、特に私が目をもらうからの時はもう何か本番中は特に何かを考えてるかって言われたら何も考えてないんですけどね、ぶっちゃけ。え、でもそうだと、でもそういうことだと思う。やっぱ私はお稽古したくないしお嫁にも行きませんっていうことが言いたいんだと思う。本気で私が嫁もらうからとは思ってないんじゃないかな。そしてとにかくその場から逃げたい、逃げたっていうことかな。質問受付中って書いとこう。私絶賛入浴中。この前も入浴してなかった？おでこにマイクって落ちそうにならない？え、どうなんだろう。でもカツラとかつけてるからさ、わかんないよね。まあ基本的にテープでは止めるから、マイクは。私も一回さ、なんかテープはついてる状態だけど、耳かけてるとこから外れてたっていうことがあったので、そう、しかもそれが配信の時だったんですけど、まあでもテープさえ止めてればとりあえず大丈夫かなっていう感じですよね。そう、玉国さん、猫さん、ありがとうございます。なんかジョン・マイ・ラブのさ、前髪ピンとか欲しくない？はやちゃんさん、ハートありがとう。私は欲しい。え、ジョン・マイ・ラブの前髪ピン良くない？どんなデザイン、そう、どんなデザインにするかによるんだけど、例えばまあジョン・マイ・ラブの、あのジョン・マイ・ラブってハートのやつあるじゃないですか、あれの前髪ピンとか、それか、そうだな、なんかウェディングの時の衣装のモチーフにして何か作れたらいいんですけど、とかなんかジョン・マイ・ラブっぽいやつなんかないかな。あ、そう、漂流、あの漂流ライト型の、そうそう、漂流ライトのハートの部分、あれジョン・マイ・ラブのハートなんですけど、そう、あれ、ああいう形のピンとか、ああいうのがね、なんか前髪ピン好きだから欲しいんだよね。そう、まあ、今前髪ピンをこうやってつけてて思ったことです。ちなみに私がつけてるのはこのキキララなんですけど、ちょっと汚いので見せれません。しかも反対につけてます、すいません。あ、でもそれかクジラとかもありじゃない？わかんないけど、クジラ鳥だったし。そう、それかなんだろうな、なんかジョン・マイ・ラブっぽいやつ。なんか前髪ピンは私が欲しい。アーティーさん、節分ありがとうございます。おでこマイクなんで2人だけ、わかんないですね。ちょっと私もあのおでこマイクがどういう影響があるのかとかあんま知らないからね。
そう、それかてっちゃんのあのリボン型の前髪ピンもありだな私がそれ好きな、私がその髪飾りが好きなだけの話なんですけどね。なんか急に変な髪が出てきた。そうだもんね、あの結構最前の方に座ってたからちょっと見えたんですけど、あ、なんか緊急時、なんかちょっと緊急事態が起こってるんだなっていうのがちょっとわ、あの視界、あの視界に入ってちょっと分かった。でも折れたかどうかまではちょっと分かんなかったけど、何かあったんだなっていうことは分かった。そう、あ、そう、キクちゃんから渡されるやつね、あれグッズに確かにしてほしい。それもいいね。そう、本当にそのてっちゃんのね、お見合いの時の髪飾りが好きすぎて、リボンの、もう本当に私それが大好きなのよ。そう、あれマジグッズにしてほしい、本当に本当にグッズにしてほしいんだよな。でも未だに私あのポーチの使い道をまだ決められてないんですよ。どうしよう、何に使おう、本当にまだ迷ってる。なんかそう、なかなか使うのに、なんか使うんだったら本当なんかちゃんと私はこういう風に使いますって決めて使いたいからさ、何に使えばいいんだろうって。でもメイクポーチはちょっと嫌なんですよね。私メイクポーチってね 100% 汚すんですよ。だからちょっとね、汚したくないからさなるべく汚さない使い方がいいんだけど、何がいいのかなって思ってさ。あ、ちょっとリップクリーム塗るね。でもそう、マスクケースは持ってるからなって思って、何がいいんだろうね。まあ物って使ってたらいずれ汚れはするんですけど、ちょっとメイクポーチは私結構異常半端ないので、ちょっと汚れがそう、ね、皆さん他に質問ありますかね。ちなみになぜここにつけてるかっていうと、私は前髪のねこっち側が跳ねるからなんですよね。そうそれがね結構あの割とちょっと恥ずかし、あのなんか恥ずかしい跳ね方しちゃうからさ、ちょっとね恥ずかしいんですよね。あ、そう、こんな感じで、だからちょっとねこうやって変な止め方をしちゃってます。あー、やべしおるせん、やばい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 、絶賛漂流中をナチュラルに歌ってた、あぶねー。桃の天ぷらさん、節分ありがとう。ファンキーキャットさん、節分ありがとう。めっちゃ降ってくるやん。多分もう今のでも私の年の数分だけ豆はゲットした気がするまああとはね食べるだけですね。はいちゃんさん、節分ありがとう。あくび
じゃあみんなあれだな、一語一語丁寧に気持ちを込めて言ってるところ本当に尊敬してる。うれぴそんなうれぴっつって、嬉しいですね。褒められるのは恥ずかしいけどね、好きです褒められるのは。アーティさん節分ありがとう。実際ね、なんか褒められるとめっちゃ恥ずかしいなって思うんですけど、褒められることはね大好きですね。みんななんかルンテツで好きなシーンあります？うちの親に聞いてもね、あんまね、あの特にお父さんがね答えてくれないんですよ、あんまりあんまりね、ここが好きだなとか答えてくれない。もう絶対ね、ブヨさんのことしか話さないもん、お父さん。うちのお母さんは話してくれるんだけどね、お父さんブヨさんの話しかしないからさ。それか船長の話そう、あ、十二日漂流する、うちは見つける、頑張る。漂流中に見つけられたらいいな、頑張りますね。いや本当になんかうちわを作ってくださるっていうことがもう幸せですよ本当に。結構ね、あの毎回ライブでも皆さんうちわ持って行ってくださる方いらっしゃってね、できるだけ見つけられたらって思うけど、結構劇場公演だと頑張れるんですけど、コンサートだとやっぱさ、ちょっと視力の限界っていうのがあるからさ、あー遠すぎて、あ見えなかったごめんねっていうことがたまにある。そう、劇場もねだいぶ後ろの方とかだとちょっとね見落としてたっていうこと多いからさ、そうやっぱちょっと劇場コンサあのコンサート会場だとやっぱ限界がありますね。広ければ広いほどちょっと限界があるから、そうごめんよ、頑張ってはいるんだけどウェディングドレスで出てきた時の笑顔好き、やだ嬉しいなんでの言い回し一番可愛い、やったー、まあ、あの時ね、もうほんとね、もう昔の自分よ出てこいって気持ちだからね、そう、もう昔の自分よ出てこいとは、地味に波間から出てきて冒険というところ、あーでもめっちゃわかる、私もさ、そのあの冒険、あーちょっと待って、ネタバレがちょっとあれなんですけど、もうその後のその万次郎とのっていうのめっちゃ私はもうなんか大事なは しました、すごく。はい、優しい表情ありがとうございます。そのネタバレありって書いとこ、ネタバレありって書いたか。ネタバレしか書いてない。あらよっと、いて、菜の花畑の楽しみ、そうですね、私菜の花は見たことないんですよ、コスモスはあるんだけどね、そう見たいな。でも波幕のねもう時はもう必死だからね、本当に本当必死なんですけど、私は空気の入れ替えする時のクニさんとにっこり見つめ合うところも好き。あそこね、クニさんが少しお休みくださいとか言ってくれるからねってなってる毎回。そう、亡くなる時の優しい表情、え嬉しい、なんかどっちだ、ウェディングの方かな。いやそこはね、なんか私もできるかめっちゃ不安だったんですよ。でもなんとか配信見たらさ、まだそのなんかまだマシだった、まだマシだったって言い方あれなんですけど、夫婦喧嘩でなぎなたを受け取るところの表情ね、ちょっと笑っちゃうんだけどね、あそこちょっと笑ってる。いやもうあのさとちゃんナイスって思ってるから心の中で。
そう、そう、ほんとさとちゃんナイスって思ってるから、そう、自然とエミが、エミがじゃない、エミがじゃないのよ、自然と笑顔になっちゃうよね。そう、でもやっぱ夫婦喧嘩のシーンで一番難しいのってナギナタを投げるとこなんですよね。めちゃめちゃ私苦戦してて、私投げるの下手なんです、すごい、ボール投げるのとか特に。そう、あれ結構ね、後ろ見ずに、あのナギナタの方向見ずに投げなくちゃいけないから、あれ結構ね8月の稽古からねめちゃめちゃ苦戦してた、ました噛みました。学校管理って言ってくれたおかげで学校でジョン・マイ・ラブの曲大熱唱したら乗ってくれるなと。素敵、なんかいいね、なんかそういう自分の好きなものに共感してくれる存在って大事だよね。玉国さん、サイリウムありがとうございます。なぎなたの歯の部分が下向いちゃったらやばいよね。もう万次郎が終わっちゃいます。あー、万次郎がそんなところで万次郎にダメージいくんってなっちゃうからね。そう、でも大丈夫かな、なぎなた投げるシーン。もう1ヶ月やってないからちょっとまた投げられなくなってる気がする。どうしよう、それが一番今不安かもしれない。どうしよう、それが今一番不安だわ私。大丈夫かな、ちょっと血の気引いてきた。ちょっと血の気が。またね、ライブ配信あったらぜひ見てくださいね。なかなか確かに1回だけだとね、難しいところあるから、やっぱ細かいところ見るのって何回も通ううちに見れると思うからね、ぜひまた、配信あったら見てくださいね。ゆうやさん、GG ありがとう。マジで GG ってどういう意味なの？グッドグッジョブ？絶対違う。絶対違う、なん、グッドグッドってことかな、グミグミ、絶対違う。 GG って何なんだろうね、もう GG が何なのかが私はめっちゃ気になる。ゲーム用語なの？そうなんだ。グッドゲームっていうのがあれなの？正式なあれなんですかね。毎回どこ見るか迷うから今日はこのキャスト3名で追っかけるとかにしてる。確かに、確かにそういうのいいね。なんか確かに、なんか今日は誰々見ようって決めて見るのとかもあり、それはね、その毎回変えていくことでなんかあれですよね、新しい発見がね。はやちゃんさん、好感度ありがとう。オンラインゲームの最後、仲間宛てに GG って書く。へー、そうなんだ。ちょ、調べてみよう。ゲーム用語 GG って調べたら出てくるのかな。出てきた。
対戦、英語では対戦後に GG や GGWP といって相手に感謝の気持ちを伝えます。グッドゲーム、ウェルプレイドの略で、いい試合だった、よくやったという意味です。ああ、よくやったっていうことなんだ。じゃあさっきのグッドゲームがそういうことなんだろうね。まあ、だからよくやったね、なんか例えば今日劇場公演頑張りましたとかだったら、よくやったね GG みたいな感じなのかな、わかんないけどねわかんないけど。アンティさん、タコさん、ありがとうございます。使い方間違ってたかも。これからね、使えるようになったら OK ですよ。私も全然分かんなかったから、ね、どういう意味なんだろう GG って思いながらね、 GG ありがとうございますって言ってたから、これからも GG って言えばいいかな。ね、勉強になるよね、こういうのもね。一回だけ推しよりも小熊凛さんの方ばかり見てた回がある。まあそういう日があってもいいんですよ。そう、分からんけど、元トラック運転手の林さん、犬ワンコ、ワンコありが、ワンコありがとうございます。すごいちゃっかり宣伝してくれてる、ありがとう。でもそう、なんかもう、だ、うちの家族も特にお父さんはもうジョン・マイ・ラブの話しかしてないから、毎回その私もうお父さんに連絡することもあるんですけど、そう、家にいない時とかは、そういう時結構なんかね、今日こういうことしましたって連絡したら、なんか何だっけ、ようやったみたいな、バイ・ジョン万次郎みたいなもうずっとジョン・マイ・ラブで返してくるからさ、ジョン・マイ・ラブ・ラブで。でもさ、この前来たのは、私絶賛ネタ切れ中でした。そう、もうお母さんはね、お父さんジョン・マイ・ラブの話しかしてないんよって、もうちょっと耳にタコができるぐらい聞いたみたいですもん絶対できてる。そういえばまだあれだよね、ルンテツファンの方で1月行けてないっていう方は、まだ全身の生写真がゲットできてないっていう方が多いんじゃないでしょうか。初見さん、ありがとうございます。いや、早くね見てほしいな、全身の生写真も。ぜひ皆さんゲットしてください。2月来てくださった時には、そう、まだ全身の生写真だけはネタバレしてないので、私は。そうなんですよ。いや、なかなかね、私もすごい嬉しい、すごい自分もお気に入りで、もう自分も欲しくなるぐらいのあれなので、まあでも私は普通にゲットしたんですけど、はい。そう、パンフレットだけじゃ、パンフレットだけじゃないんですよ、皆さん。生写真もありますからね。そう。それとね、私が羽子板に絵を描いたやつもね、展示されてるみたいなんでね、そう、ぜひそれも見ていただけたらと思います。そして誰かジャンボ団子にチャレンジしてくださいもう絶対私が
無理だからっつってもう誰かに押し付けるということをしてしまう。まあ、なんか高岡家に1本とかだったらいけそうだけどね、1人で1本は絶対無理なんだよね、あのジャンボ団子。そう、本当に1人だとね絶対きついからさ、高岡家で1本にしたらいける気がするけど、マジで誰か1回買ってみてほしいんだよね、ジャンボ団子。そう、しーちゃんなら食べれそう。確かにしーちゃんならワンチャン、あのあれをお昼ご飯とかにしたらいけそうですよね。そうね、マジで大きいよねあれ本当に。もう質問受付中って言いながら全然質問受け付けられてなかったんですけど、あとありますか質問。まあ、そんなねすぐにホイホイ出てきませんよ拙者っていう方がね多分多いと思います。この前ね結構質問送ってくださった方多かったので、きなこ草団子はかなり美味しかった。あれ美味しかったよね。私もあの買ってあの採鉄見に行った時に買って家で食べて、あめっちゃ美味しいじゃんっつって、まあ1人4個ぐらいのやつを食べました。1人4個ぐらい食べました、家族で分けて。そう、そういえば今日はね前にちょっと差し入れでいただいて、差し入れでいただいた栗のどら焼きを食べてね、美味しかったです。甘いものってやっぱね食べると幸せになりますよね。まあそれは個人の意見でございますが、まあ、私は幸せな気持ちになります。高殿が被弾してから亡くなるまでずっとままだしてない、すごいと思う。ああ確かに、でもあの時本当にさマジもう目ん玉ほんとね転がり落ちそうなぐらいもう目開いてるよねってお母さんとも話してたんだけど、もう稽古の時からずっと思ってた。あれは本当にすごい、本当に目力が、まあ、元からあるってのあるんですけど、本当にもうカーみたいな、カーみたいな、いやあれすごいよなーみたいな。そう本当にさ、そう、大丈夫、これネタバレあり配信なんで OK です。そう、なんかねお土産もほんといろいろあるからさ、マジでなんかジャンボ団子ってどういう人が買うんでしょうね。気になる、あれは本当に。私はでもほんと買ってみたいんだよな。でもただほんと一人じゃ無理だからさ、マジ高岡家のお土産として買ってみんなでなんか分けっこして食べるのがまずは第一歩としてはそれかな。で最終的に一人で一人一本食べられる、一人で一本全部食べられるようにはなりたいけど、多分それがお昼ご飯になる絶対。次回買ってみるか。マジ挑戦する、挑戦。
充電 20% のお知らせが来ましたね。ジャンボは勇気が出なかった。マジ私お父さんに、お父さんジャンボ団子買おうよって言ったら、大丈夫だよ、もう大丈夫、そんなん無理やって、買えんってって言ってね、買いませんでした。今月はルンテツで漂流したい。ぜひ漂流しに来てください皆さん。どうしよう、2月だけなんかジャンボ団子の売り上げなんか前いつもよりちょっとジャンボ団子買った人多かったなってなったら、絶対私のファンの人になるルンテツファンや なんか一回ナイフとかでちょっと今日はこの分だけみたいな、賞味期限までに食べられるように今日はこの分だけ食べようつって切って食べるとか、もう賞味期限が2日ぐらいしかなかったらもう頑張るっていう感じなんですけどね生写真と団子買ったらバレバレ、あー確かにあーこの人ルンテスファンかってなるね本当にそう。ぼっちゃん団子が普通に食べたい、ていうかポエムのベイクドチーズ食べたいんだよな。そういえばトーコが家族にポエムのお土産買ってポエムちゃんって呼ばれてたって言ってたからね、かわいい、なんじゃそのかわいいエピソード。そう私もベイクドチーズ食べたいんだよね、またちょっともうやっぱベイクドチーズの虜になっちゃってるから。冬のショコラも大好きだけど、でも本当にベイクドチーズが好きすぎてさ。そうなんですよ、ジャンボ団子は劇場で買える、でベイクドチーズはあのこの時期まだ売ってるよね、確かベイクドチーズって、あのスーパーに売ってます。坊ちゃん劇場と同じあのレスパスシティっていう敷地内に富士っていうスーパーがあるんですけど、そうだからルンテツの時はそこで買えるかな。本当はマルシェ、朝露マルシェにも売ってるんだけど、朝露マルシェあのあれだからさ、2月6日で一時休業になっちゃうからさ。ちなみに私の代わりに家族がマルシェに食べに行きました、ご飯を。羨ましい、私ちょっと行けなかったんですけど、みんなあの私のおすすめの甘とろ豚と舞茸のあのせいろ麺頼んで、あと唐揚げも頼んだって言ってました。意外と味濃かったわ、味濃かったっていうかしっかりしてるって言ってた。そう2月上旬じゃない下旬までだよね、だから帰るね。本当に私稽古の時はマジベイクドチーズをお供にしてました、稽古の。そう最後のおじさまと高殿の笑顔に胸が熱くなります。そうあの時ねめっちゃもうなんか高殿もほんともう優しいお兄ちゃんっていう笑顔しとるけんさ。そう富士のカンパチの丼絶品だった。待って何それ知らないんだけど、嘘でしょ、私毎日富士行ってるのに知らなかった。え食べるしかなくない今度食べよう、今度食べよう、それ今度食べます。え食べるしかなくない、え食べたいんだけど、え食べる食べる、あんまさなんかお魚コーナーにあるお惣菜コーナーかな、サラダとか売ってるとこ、私よくあの2分の1日分の野菜が取れるサラダのあのごまドレッシングが入ってるさやつをさよく買うんだけど、あのかぼちゃとか人参とかキャベツ、あでも最近買ってないか、あれそれかシーフードサラダを買って、あと大体あのひじきの煮物か大豆煮を買って、で基本的に唐揚げばっか、唐揚げかあの鶏の唐揚げかイカの唐揚げを買うんですけど、そうそれか巻き寿司、結構夏の稽古期間中は巻き寿司多めだったな。でもあんまりなんかあれだな、海鮮丼とかはそんなに買わなかったからさ、あれかな魚コーナーに売ってるのかな、なんか魚コーナーにさホタテの唐揚げみたいなのとか売っててさ、でもまだ買ったことないんですよね、買ってみたい。でもその富士の中にあるパン屋さんでさ、なんかさつまいもが練り込まれたデニッシュみたいなのさ一回買ったことあって、それがめっちゃ美味しかった。でも最近あんまパン食べないからな。はい。でたまに
鶏天買ったりとか、あでもレバニラも買うことちょっと多めではないか、でもレバニラはたまに買いますね。そう、海鮮好きならおすすめ。食べたい、今度食べるわ。だからまあ10時半公演とかの日に食べられたらいいかしらね。何を調べようとしたんだっけ私。ん？何調べようとしたのか忘れちゃったな。なんだっけ、なんか iPad を開いたってことは何かを調べようとしてた、それはわかる。でも何を調べようとしてたのかはね忘れましたね。なんだったっけ、忘れたわ、忘れましたね。あ、思い出したあれの名前が合ってるかどうかを確認した。そう、私月餅っていうお菓子を食べてみたいの、ずっと気になってて一度も買えたことがないの。あのよくコンビニで見かけるんだけど、月餅をお菓子ね、中国の。そう、なんかそれをねずっと食べてみたいなって思ってて、ずっと逃してるからね、そろそろ買いたいなとか毎回思うんですよ。なんか手にほくろできてる。しかもみんな見てこれ、あ全然見えない、あのここに3つ並んでんのよ。でも全然、あ見える、すっごいうっすら。ここにさ 1,2,3 ってなんか3つほくろ並んでんのに今気づいた。でもめっちゃちっちゃい、もう消えてしまいそうなぐらいのほくろ。うん、カロリーの塊ので月餅うまいけど、あでもね基本的にお菓子はねカロリーの塊ですよ。まあね、たまにね、たまにというかまああの食べ過ぎないのが大事だからね。そう、ちなみにどのぐらいなんだろう、あんまカロリーをでも300ぐらいじゃない、あ357だった。まあでもそんなもんでしょうね。まあ和菓子はね結構1個あたりのカロリーまあ物によるけどね、普通の豆大福とか大福系だったら200ぐらいはあるもんね大体。はい、ということでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。中華街行きたいな。13位から13位キャパさん、12位海海さん、11位がファワジズさん、10位元トラック運転手の林さん、9位アルミンズランクさん、8位飯田博之さん、7位カラスのカーコさん、6位ソランさん、5位ロミツさん、4位夏目さん、3位アンアッキーさん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけで今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい、またね、ありがとうございました、おやすみ。